ということで、ヒロアカの方なんですけども、はい、原作の方とかはお読みになっていたりは？はい、読んでます。おうおうおう、なんかもう、それこそでも私作品に関わるってなってから読ませていただいたんですけれども、まあそれこそ最初はまあこう、とりあえずアフレコに追いつくとこまで読もうと思って、あの、Kindle でね、あの、販売してるので、Kindle で読み始めたんですけど、いつの間にか全部ダウンロードしてましたよね。おー、すごい。それぐらいハマったってことね。ハマりました。確かに止まんないからな。好きなキャラクターは。先生が好き。先生が好き。先生、相沢先生ですか。相沢先生が好き。でもなんかそんな気はするな。確かに、皆さんの中でも多分聞いてる方も今、相沢先生の株がすごい上がってる最中だと思うんですよ。でもね、相沢先生ね、ずるいんですよ。え、何が何が？なんかギャップ萌えが半端ないじゃないですか。できる時とやらない時の、その、できないんじゃなくてやらないが超かっこいい。あれずるいよね。オンオフがはっきりとしてる感じが。